そしてバッターボックスは4番ビシエド。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですよね、4番の仕事を果たして。三遊間抜けた、セカンドランナー帰れば同点、レフト前ヒット。さあチャンスを広げ、ここで打順は4番に回ってきました。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですよね、4番の仕事を果たしたい場面。初球打っていった、掴んで3アウト。この場面で迎えるバッターは4番ビシエド。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですよね、4番の仕事を果たしたい場面。さあ2球目は何か、右中間へ持っていった、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーホームイン。そしてバッターボックスは4番ビシエド。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですよね、4番の仕事を果たしたい場面。次が2球目、ファウルです。ショートグラブが届いた、スーパープレイ。ここで打順は4番に回ってきました。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですよね、4番の仕事を果たしたい場面。ライト線へ持っていった、ボール際切れました、入っていれば逆転というところでした。いい当たり、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーホームイン。この場面で迎えるバッターは4番ビシエド。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですよね、4番の仕事を、右中間へワンバウンドヒットになった、中継にボールが送られる、送球する、ファーストランナーのホームイン。そしてバッターボックスは4番ビシエド。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですよね、4番の仕事を果たす、初球打ち突き刺さった。